とうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。すいません、天ざるって天ぷら何入ってますか？エビとおナスとかぼちゃと、うん、レンコンとウシシトとか、そうですね、うん、あとヤンプル、ありがとうございます。ナス入ってんなら天ざるにしようかな。でもその階段、立派な階段だから大丈夫よ。君入れたい。ガーラみたいな。マセデラかな。近い？これならなんかクレープとかさ食べれるね。そこでしちゃったんだよね。それ、うん、言ってたよね。ごちそうさまでした。美味しかった。400段？
大丈夫。荷物持ってよ。トイレ行く？危うかったね。起こさなくていいかな。ね。今からレンチを食べに行くので、お色直しをしています。おろしと。染めたの良くない、うん、結構暗かった気がする。でもなんかすごいさ揃ってるよね、パッツンに白とか、うん、すごい揃ってる。なんかほっぺた赤い、日焼けしたのかな。
お庭があるの？Thank you.
て出てきたらびっくりしちゃって綺麗になっちゃってお色直し。今日は奈良の Vlog を回してみました。久しぶりの家族旅行で、いつもはお母さんと女二人旅行が多いんですけど、今回はおばあちゃんとお兄ちゃんもいたので、すごい久しぶりの幼稚園ぶりくらいかなのみんなで旅行できたので、とっても楽しかったです。1日目は奈良で、明日は名古屋に移動するので、名古屋の様子も回したいなって思います。スキンケアが終わったら早めに寝たいと思います。またおやすみ。奈良2日目、チェックアウト前に橿原神宮にお参りに来ました。お参りしたら名古屋に向かいたいと思います。いい感じだね。戻ります？うん。